ヨーロッパ地中海地震学センターはヨーロッパ及び地中海の地震調査、地震研究のための国際非営利組織、国際地震センターの地域組織である。大西洋中央海嶺からウラル山脈、北極海からアフリカ北部までの地域を対象とする類似の組織にヨーロッパ地震学連合がある。これは国際地震学及び 地球内部物理学協会の地域委員会である。ヨーロッパ地震学連合の勧告により1975年に設立された。勧告はヨーロッパ及び地中海地域が潜在的に地震活動の危険度が高いという考察に基づいている。勧告内容の実現のためには被害地震について社会を守り地震の危険性の評価を行うために 学術団体がリアルタイムに近い迅速な測定、解析を行う必要があった。より小規模の地震の震源を決定していくことも考慮されていた。この勧告は国際地震学及び地球内部物理学協会と国際即地学、地球物理学連合の支援を受けることになる。1976年1月1日にアンスティチュで ファジークジュグローブデストラスブールとして発足し、1983年に公式に規則が定められた。組織は国際非営利組織であり、メンバーの活動は地震学の進展のために捧げられる。この韓国の枠組みの中で、エンスクはヨーロッパ地中海地域で発生する被害が想定される地震の震源決定により成り立つ地震警報システムを運用する。 合わせて地震発生後1時間以内に情報を周知することとなった。1993年12月13日にローマで開かれた臨時総会により規則が改定され、エンスクは大きな発展を遂げることになった。同年、フランスのエソンヌ県に移転。2009年に発生したラクイラ地震で地震学者が刑事責任に問われる可能性が出てきた際には、 地震予知が極めて困難であったこと。現時点では地震ハザードマップの整備や建物の耐震性能の向上の方が効果があり、研究者やエンスクなどの機関もこれらに力を入れてきたことを表明し、イタリア検察の対応に抗議した。中心的に活動する組織を要する国その他の国。ありがとうございます。